し、よっしゃ、グッと8番のジュニアにしたら勝てる。よいしょよいしょ、買ったばっかりのメタニウム、よっしゃ、よいしょ。ちょっとね、長くなったかな。引き続き X80 のジュニア、もう食った、よし、止めるとこね、よし、よし、しっかり止めた時にね、壊したからがっぷりハーモニカ食いですよ。いやー、なんかこんなメガバスーなセットでこんな魚釣んのも久しぶりだから、なんか新鮮な感じです。で、剛性感がね、やっぱね、ある。で、軽いのも投げれるし、まあボディ全体が軽いからすごい釣りがしやすい。で、春っぽくサスペンドミノーを止めてドリフト、これ流れがこう泡の通り流れてて、で、魚がいそうな中層で上をちょっと意識しながらふわーっと浮いてるんですよね。夏場のあの岸際の虫見てるようなやつじゃなくて、魚を探してる感じだから、こうソフトジャークで誘いかけて止めて、そうすると平打ってね、食ってくる。そんな感じ。なんかほんとシーバスの川のドリフトゲームみたいな感じなんで、まあ竿もね、本来はシーバスの竿っていうことだから。で、最初ちょっと最近よくあるこうスローにフローティングしていくミノをね使っていたんだけど、それだとこう魚の目線から想定より早く離れちゃって空に至らない感じなんで、確か80ジュニアスプリットリングプラスちょっと重めのスナップだったら、ジャストサスペンドしたなっていうのを思い出して、通常のスプリットリングにスナップダブル付けで、それで今日の水温だとちょうどいい感じでこのエリアでサスペンドしてくれるんで、ここら辺で魚の前を流したいっていう時にしっかり止まってくれてます。ほらね、しっかり止めるとこうやって食うんですよ。ちょっとサイズアップ、よいしょ、またハーモニカ食い。おっと、止めて食うとね、ハーモニカ食いするね。春っぽいね、綺麗なバス80ジュニアね、こういうルアーですけども、で、今ちょっと説明しながら釣ってたんですけども、まあ、しっかりと止めて、で、これの場合はスナップとスプリットリングダブル付けで今日の水温だとピタッとね、ちょうどよく止まるんでっていう感じでやってみたら、こういう感じで食ってくれます。いやー、綺麗なバスね。で、引き続きに新しく買ったメタニウム、これで投げております。はい、じゃあ逃がします。いやー、止めた時にしっかりスコーンって食わせるとね、ハーモニカ口の両端にかかるような、はい、こんな感じ。じゃあね、逃がしてさらに何匹目かな、まあ、5匹目ぐらいかな、狙っていきます。イエーイ、メタニウム大活躍。色とサイズ感と、なんかいろいろ合ってるんでしょうね。なんか程よく食ってくれる。いやー、シーズンいいんだね。もうさすがにね、そりゃ4月とかも近づいてきてるこの時期だから。でも、なんだろう、さっき前半戦はワームとかでひたすらねやって、中層ちょい上でしっかり止めて流してやるっていうのが
で魚のシルエットで、まあいいね、こういういっぱい釣れるときにね、こういう買ったばっかりのよくわからないタックルとかね、練習にはうってつけですよね。まあスーパービッグは出ないけど、しっかりと魚をバイトさせるで、しっかり陸まで上げるっていう、こういう練習にはねちょうどいいですね。この小さいからってね、雑に扱っちゃったりすると、いざ大きいのがかかった時とかにね、失敗したりするんで、しっかりと見に来てる。今追ってきたのちょっとでかかったのね。夏場だとこのキワキワを素早く動かして食わせるイメージだけど、この真ん中あたり絡めないと湧いてこないんだよな。基本はちょっと一段下にいて、でもなんかワームノーシンカーを丹念に流し込んだりしてもバイトしないで、このジャストワカサギな感じのルアーをしっかりと入れて上で誘ってやるとガツンと食ってくれるって感じですね。ちょっとルアー変えてみようか。怖いね、こんだけ釣れてるからね、色とかあれとか変えたら急に食わなくなるかもしれないから怖いんだけど、試してみたいのもあるから、うん、これどうだろう、サイズ感的にはね、ディスタイルのこんな結構58の方だから小型だと思うんだけど、ここら辺も快適に投げれるのかな。こういうサイズ感だとしっかり食ってくれるか。ああ、まあ投げれるね。ああ、そこ食った。一段、ああ、追ってきてるもん。そこにいるもん。大好きだ、これ。ああ、で、投げやすい。大丈夫、大丈夫。釣れる、釣れる、釣れる。よし。シャッドで釣っちゃうぞ。いやー、80ジュニアしか釣れねえんじゃねえかね、ビビってたけど、ちゃんと一段入れ込んでね、また追いが戻ったんで、ちょっとシャッドの釣りを試してみます。で、買ったばかりの20メタニウムでこういう14ポンドラインね、ちょっと太めの糸入れて、でこういう軽いルアー、ああまあでも、飛ぶな。ちょっとショートキャストでね、根がからないところで近距離戦でやってみておりますけども、距離は自分の今やりたいのでは必要十分ぐらい飛んでくれてます。まあカラーの問題なんだけど、もうちょっとキラキラしたカラーの方がいいのかな。メガバスのミノーはね、もうちょっとキラキラしたやつで、そのギラッギラってのになんか遠目から発見して追っかけてきてる感じだったが、ちょっとこの今シャドウ少しね、カラーはおとなしめのカラーなんですよ。
このちっちゃいシャットが14ポンドラインでこんだけスーってね飛んでくれれば申し分ないね。サスペンド具合もいいんだけどな、なんか釣れないな。あれ釣れなくなっちゃったなあそんなはずないと思うんだけどな。やっぱカラーとレンジがちょっと上を意識させて、でジャストシルエットでふわーって流してってなるとロングビルじゃないのかな。でも上のジャーク Twitch でレンジはさっき泳いでたルアーと同じぐらいにしたりもしてるんですけどね。もうちょっとやっぱキラッキラッキラッキラしたやつじゃないとダメなのかな。ちょっとキラキラしてるの、あ、グランサーチャー、グランサーチャーの方がまあギルカラーでキラキラねこれしてるから、もしかしたらちょっとキラキラさせてみましょうか。今日80ジュニアの日なのかな。そんな方、まあ偏るけどな、ルアーって。でもあんだけ食ってんだからもうな釣れると思うんだけどな。まあ、ショートリップのティラリラティラリラぐらいのダート幅が目線から魚の目線から切れずにちょうどいいのかな。ロングビルだと結構目線から外れちゃうのかな。リール的にはちょっと今まで軽いの無理やり投げてたんで、こんぐらいのグランサーチャーぐらいの方が投げやすいは投げやすいですね。まあでも80ジュニアとかのああいう極小ミノーとかであってもすごいね快適に投げれたんで、この性能でね、このタックルでバチ抜けシーバスとかやりたいな。でもこれせっかく買ったばっかりでいきなり海水で使うのはな、ちょっとはばかられるかなっていうところで、ダメ。ショートリップのなんかに変えよう。
紙ルアーはこの80ジュニアでした。あこれは浮き上がりが早いシリーズだからワンテンジュニアどうかな。ちょっと今の釣れてるサイズとかと照らし合わせるとこうしちゃうとでかすぎるかな。ちょっと試してみます。あ、投げやすい。ちょっと大きいのかな。投げやすいんだけどもちょっとマッチザベイトじゃないのかもしれないな。まあいっぱい釣っちゃっても擦れてきてるってのもあるかもしれないけどね。なんかちょっとでもずれるとなんか釣れなくなっちゃうんだよな。あー今ね見に来てたんだけどなんかね80ジュニアだったら今の食ってるでしょうみたいなタイミングでちょっと嫌がるっすね。なんかでっけえのかな。今ね久しぶりに魚の追いがあったんですが完全に嫌がったんだよね。止めてさっきまでだったら吸い込んだであろう感じのもね、あ今のもね見てうーんやめたってなっちゃうからこのサイズはダメなんだね。ってことでここで一回ちょっとじゃあ魚の反応を見るために80ジュニアに戻してこれで釣れたらもうほんとマッチザベイトってことなんだろうな。バスいなくなっちゃったよ。あーいた。今ブワーって追ってきて、あーこれでけえな。ここら辺のが食ってくれればな。
いるはいるんだよな。ルアー釣りって面白いですよね。こういろんな同じようなミノーでもちょっとの形の違いとか泳ぐレンジの違い色とかでね、こんな食いが変わってくるからね、釣れてる時にねいろいろ試してみる。そんなのもこんなのもね、こういう快適にこういうああでもないこうでもないいろんなルアーをオートマチックに投げれるね、最近のこういうリールがあってこそなのかもしれないですけどね。よっしゃーやっぱ8マフェジュニアだったね。サイズは小さいけど、止めてね、そこまで3匹ぐらいで追ってきて止めて2匹見切ってチョンってアクション入れたら食っちゃった。はい、すっぽりね丸飲み。ちょっとね今回はルアーをいろいろ特回引っかいしてみて、そんでね80に戻したら食ったね。このサイズ感とかがちょうどいいんだろうね。ほらほら出して、はい、こんなねサイズ感が今日のバスたちがちょうどよくね食べやすいサイズみたいです。まあ、これがね本当レンジとかで、シャッドに変えたりとかいろいろあるんだと思うんだけど、まあとにかくねこのフィル投げやすい、そんでこういうのが投げれるからこういうのが釣れるね。やったぜ。はい、じゃあ逃がします。ハルバス、他のいろいろなルアーで同じように追わせて止めてみても食わなかったんですよね。でこいつにまあいろいろやって戻して、そんで最後止め入れたらね吸い込んだから、まあ今日は80の日なんですね。ジュニアね、もっとねいろんなルアーで釣りたいんだけど、本当このルアーに戻すと今日は狂ったように追ってくるから、いやーまあ、ね、まあでもハイシーズンですね。こんな釣れると思わなかった。ちょっと前半戦ねいろいろジグストとか、あとはアラバマリグとか、スイムベイトとかいろいろ試して、ね、全然釣ることができなくて、あもうダメかなと思ったら、ダメじゃなかったね。せっかくなんでまあ引き続き夕間詰めとかはいろいろ試しつつ、ちょっとこのバスが食うのを変色というかこいつにこだわってる間はねこれ投げて当たりを出していきたいと思います。ちょっとまだね今日ねドラッグを出す魚とかねそういうのはかけてないんで、どうなんだろうっていうのは分かんないんですが、合成感、これはねなんかすごいひしひしと小さいボディなんだけどカチッとしてる、魚かけた後とかにねすごい抜き上げる時とかねグイーって力がかかる時に本当リールが、おー食った
たわまないこれね。よし、危ない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 、これバレっから、バレっから、やばいやばいやばい、暴れんな暴れんな暴れんな、おいしょおいしょ、おお釣れた。はい、ちょっとね皮一枚だけど、なんとか釣れました。今喋りながらだったからね、油断してバレっかなと思ったけど、こんな感じの組み合わせね、ずっとこれで釣ってますが、まあまあまあ、これも綺麗なバスだな。今足元まで巻いてきて、そんで喋っててルアーどんな姿勢かなって見てたら、もう遠くからすっ飛んできて、もうガバジョーンってね。いやー、このセットいいわ。今みたいな突発的なバイトもね、しっかりティップが乗せてくれるからね、いい組み合わせみたいです。はい、引き続きね、ハチマリジュニアで春ミノーイングバス、はい、逃がします。入れ食いだマジで、入れ食いだ入れ食いだ。よっしゃ、おー食った、よっしょ。よし、じゃあ山を登って帰りますか。いやー、でっけえのは出なかったけど、なんだ想定よりメタニウムが軽いの OK ってのが分かったんで、これはね収穫結構使うリールになりそうです。じゃあ、真っ暗になる前に今日は帰ろう。忘れ物はなし、ゴミもなし。はい、帰ります。